ください。そろそろ放送事故ないな。そろそろ放送事故ないな。もういいか。もういいや。もういいか。毎度お気に。ああ、帽子気づいた。あ、帽子気づいたんだ、やっぱり。どうも。こんばんは。おはよう。あ、おはようございます。おはよう。あれだね、なんか俺久々すぎて何喋っていいかが分かんない。はい。俺いつぶり2、3週間ぶりぐらいだった俺来たの、先週は放送したけどいなかった。その先々週は誰もやってない。その前はまだ優勝ちゃうで。だからそれ前 1、2、3、4週間前。4週間前か。いや、みんな久々。まだ優勝してへんで。じゃあおかっぱちゃうねんで。これほらマッシュマッシュ。どうも越野純子です。まだ優勝してへんねえ。なんか久々だね本当に。最後だって来たのあれか、歌歌って終わった時か。あれが最後か。よく考えたら多分そう。4週間が早いな。わあ、ボルタリングいいね。ちょっとやってみたいんだよな。あれなんだっけ、あの登るやつやろ、壁。いいな。先週トモヤさん出たんだっけ。トモヤさん、アスパさんで。おお、また豪華メンバーや、うん、なかなかレアパターン。え、あっちの方が盛り上がったんじゃん。そうでもないか。何話したの前回。なんか何話したの。もう記憶から飛ばしてるっていう、うん、あ、バーセの告知か。告知って言ってもなんか3分ぐらいしか喋ってないから、なんかグダグダ。なんか、あ、出た背景。背景出たよ。ケグケグ。じゃあ今日の背景は背景っていうね。変すぎる。嘘やん。じゃあこれ越野純子やで。ちょ、背景すぐ出してもらってあるんですけど、越野純子の背景にしてもらっていいですか。え、めっちゃそっくりやからな。見て、やっぱ4週間も来んかった。俺あの ID すら消えてるっていう。え、なんか厳しいね。いろいろなんかありすぎて。あ、そういう仕打ち。何休んでんのおめえつって。先週のタイトル何だったかな。あいた。まあいいや。最近なんかいいことあった。なんかいいことあった最近。あ、なんかコメントしてくれるとありがたい。待って、俺なんかすげえ初心者みたいになってる。初心者みたいになってる。4週間のブランクがでかすぎる。やばい、ちょっと待って、あともう2週間ぐらい待って。調子取る。あ、超でけえ。俺何してんの。いや、あのカラコンの映り具合をちょっとチェックして。おお、バッチリ見えるな。あ、そっちの星の順子出てきた。そっちじゃないですね。そう、不倫の現場に居合わせたらどうするっていうタイトルになってた。いや、カラコンね、俺絶対入れてるよ。今日のカラコンはグレーかな。水色っぽいグレーだからすごい分かりやすいんだけど、いつもはピンクか
か茶色ぐらいだからあんまり分かんないと思う。ニコ生だとこの女の子星野純子らしいよ。なんかおばちゃんみたいなやつ今そのカッパの。リザ。え？似てねえ。何？なんて書いてあるの？画面にリスナーのコメント流れるからそれ見てない。ああ。見てます。そのうち見るよ。今これ見たところで流れてこないから俺らわかんねえんだよな。じゃあね。ああめっちゃすごい。ほら。見てこれ。確かにね。めっちゃそっくりじゃん、ね、これ。ほら。俺次の洗剤これ取ろうかな。てか次の洗剤これにすればいいんだ。一緒やろ。ほら。ああこのままこう取ろう。使っちゃうわ。めっちゃそっくりじゃない。きついな。俺もちょっとカリスマになれるかなと思って。似合ってるやろ。どっちが俺かわからんやろ。ちょっと俺のばあちゃん似てるし。何ホス？純子ホスト。純ホス。モードじゃない。だって格好もモードじゃないもん俺。格好いたって普通やろ俺。何ホスでもない。でも普通だよ。ちなみにこれ節子カットって言うの？これ違うかやっぱり。あ、ここのポジションいい。こうしよう。こうしとこう。ほら、こうしたらまた違うやろ。あれ、ちょい M 字入ってる。ん？ M 字？あ、ちょ、俺富士みたいあるんだよ、これ。富士みたい？うん。こう、こう、V の字になってる。これある人って、前髪上げた時にね、全身こうで。え、俺だって、いたって普通だよ、ほら。デニムに T シャツだよ、俺。ね、帽子かぶってるだけだから。いたって普通やろ。縁起いいんだよね。え？縁起？縁起？あ、そういうことか。縁起いいのか。縁起がいいのか。変換ちゃう。何？どういうこと？あ、富士見台。富士見台の感じどう分かなって。富士見台はね、いいらしい。俺、すごいよ。IQ、Twitter ID、リオッピーって書いてあるからね。フォローしてくださいこのね、今やっと出てきたと思った俺リオピーって書いてあるから、あの共同アカウントだからじゃあフォローしてください。共同アカウントだから別れたらすぐなくなるやつ。あれこのアカウントはもうごめんなさい、僕Twitter ID 変えましたね。変えたんで、今LINE の方にグループにちょっと変更変えます。変えたんですよ。これ詐欺だ。先週から詐欺してる俺。すごいね。あかんあかん。裏事情的なやつは始まる前に。ああすいません。背景星野純子だよ。やば。てから待って、本当に久々すぎて何話していいかわかんねえや。とりあえず何してたかっていうと、最近ずっとあれだよ、家帰って飯食って寝てたからね。あ、みんなする？そう、今日もだってあれだ、俺一回営業終わってそこ家帰って野菜炒めとビビンバ作って飯食って、何食べるの？何でも食うよ俺。最近でもね、野菜炒めにハマってる。野菜炒めて食ったらええねん。今日はっていうか最近な。
何の野菜が一番好き？キャベツ。あー、ナスいいな。ナスうまいよな。はい、だじゃあなんで出演しなかった？ね、ちょっとあの充電してた。潰れてたこともあるよ。てかほぼほぼ潰れてた。今日はまだ大丈夫。ああ、ID 復活。おお、ID 復活した。そう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 。変わった。いろいろやんねんな。忙しいからな。人参は生が好き。俺人参あんま好きじゃないから食うけど。てかね、そうあれだよ、来月の、え、あれも告知していいんすよね、来月のやつ。あ、そこにあるんだ。そう、来月さ、あの毎月恒例のさ、歌舞伎町ナイトあるやんか、知ってる？あのこれこれ毎月やってんやけどさ、あの年内最後の祭りなんと、11月が。そうそうそう、前俺があのすげえ踊ってたやつね。そうそう、ロリさんとか出てたやつ。トモヤさん、トモヤさんがあの歌うまで準優勝かなんかした時だよ。それがね、来月なんかあの何、年内最後の祭りつってイベントやんだけどさ、まあもちろん歌うまある、歌うまがあって、ファッションショーがあって、アームレスリング、腕相撲ね。で、最後にね、歌下手ってのがあるんだよ、これ。あれ、YouTube で見れないのかな？そう。今回ね、歌うま、ファッション、アームレスリング、歌下手っていうこの4種目あるんだけど、あ、ちなみに歌下手俺が出るからね。ちょっと頑張るよ、歌下手。歌が下手なホストを決めようって書いてあるから、わーやってやろうっつって。これ歌下手は 何かあの1位とか決定されるんですか？採点勝負だ。あー、そう、ついに来ました、歌下手だからよ。これって考えたらよね、そう、優勝すれば有名にはなれるよ。ただあの予選敗退するとまだ歌が上手い方だってことだよね。演技はあるのかな。確かにね。まあでも演技で出てきてもいいんじゃない？それできるんだったらすごいと思う。でも演技のやつに負けたんだったら、そうだから俺ちょっとそれに出てワンちゃん優勝は狙うけど、予選敗退も狙ってる。予選敗退しちゃうぐらいなら歌うまに出てほしいかな。そう、予選敗退すればだって歌がうまいってことだから、まだ自信にはなるよね。あ、俺別に歌下手だけど聞けないわけじゃないとか、そこまで下手じゃないみたいな、ね、だから心置きなくラッソンが歌えるっていうね。そういうことやろよ。ちょっとね、歌下手の方に出てみようかな。で、ちなみにまだ歌う曲を、そう、決めてないんだ、まだ。だから今回ちょっと聞いてみようかなって。点数いつも俺大体あの70点出たらうわすごいってなるぐらい。おはようございます。いやー、そう、バラードは点数上がっちゃうのかな。何点がいいんだろうね。何を歌うかだよね。そう、あー、なるほど。曲によっては、ね、点数高くなっちゃうから。で、今言われてるのが清水翔を歌ったらどうかって。清水翔太を歌えばいけるんじゃないかと。そう、シミショーって言った。何聞こえた？
それか、あ、エグザイルね。でも俺ちゃんとガチで出るから、俺すげえドヤ顔で歌うよ、その代わり。死に化粧なんやねん、それ。でもちょっとガチで出るから。それこそ俺だって K-POP 好きって歌ってるぐらいだから、K-POP で攻めてもいいんだよ。ビッグバン、そう、だからビッグバン行っとこうかなと思ったり、もしてんだよ。それをちゃんと俺は気持ちを込めて歌うから。すげえドヤ顔でね。イケイケなの歌ったらいいやん。イケイケなのか。あ、でも時期的にも11月だから別にあの、ちょっとなんか冬の歌でもいいんだよ。だから俺それこそ歌ったことがないパウダースノーとか歌ってみようかなと思う。3代目がいる。にしてみようかなと思うけどね。そう、韓国かぶれだからね。知ってる？俺今某掲示板で韓国かぶれって書かれてんだから。見た。俺今それ見た。あ、これ韓国かぶれ。韓国かぶれの親衛隊だから俺。親衛隊見た。そうだ、今韓国かぶれって書かれてる。面白かった。すごい、あの韓国かぶれなんかバって叩かれてというほどでもないけど、なんかバって書かれた後にフォローじゃないけど、なんか誰かがあの、あいつはいいホストなんだけどなんであんなことしてんだって、すげえなんかよくわからんやつはあって、すごいよね。書かれないんだよね俺あんまり。そう、ホストとしてはいいのになんか違うよねって書かれてる。どういうことって思いながら。まあそんなわけでね、 CM が終わったら寄りだよね、ファッションは。 K-POP ファッションってどんな感じなんですか。だから今のホストの服装大体そうだよ、腰巻きに。その辺空いてる、うん、チェックのなんか着てるやつ。そうそうそう。でも俺そこまでね、いや確かにかっこいいと思うよあのファッションね、おしゃれだしよ。けどなんか俺はちょっとあんましないかな。ちょっと普及しすぎてて個性がないかなっては俺は見てて思うかな。俺はちょっと違う。俺まだなんか こっちのすげえラフな感じの方がいい。うん、だって俺タムでさえ何もしない時でも韓国の方ですかって言われるのによ。やったら余計韓国人になっちゃうよ。おしゃれだったら何でもいいな、間違いない。おしゃれなら何でもいいよ。てか似合ってればいいんだよ、うん、
だからそう、それこそだって俺人の目は気にしないでさ、自分の好きなファッションしたらいいって言うやんか。だから俺たまにガチャピンとか着てくるの。ほんとに、丸コメの T シャツとか着てくるよ。ジパンに顔ついてばる。うん、あの、デニムに顔ついてたりね。でもね、それをやったらね、前回ってかだいぶ前だけど、某ナンバーワンさんに、有名どころのね、俺、同業で来てもらって、なんかヘルプに着いたの。したらなんかあの、何、君は、それがおしゃれだと思ってるのかいって言われて、ガチャピン来てたらね、えとかあったりやん。いや、やっぱりホストは、なんか、すげえなんかあるその何、おしゃれして、万人受けしなきゃいけないの。で、なんかそんなん着てると売れないよって言われて、はあ、じゃあね、そんな感じの服装にしたら僕も売れるんすかねってさ、それは分かんないで、俺からじゃあ関係ないやんつって、別に俺が何着てようか勝手じゃんとか思うよね。ちょっとひねくれたあれなんだけど、だって服装で見るわけじゃないじゃんって。だってガチャピンの顔が書いてあって、その下にガチャピンってカタカナで書いてあるの。いや、見たらわかるよと思うやん。店内にガチャピンは引く？え、だってそれ言ったらミッキーだって一緒じゃん。ミッキーもさ、万人受けするやん。それは、ミッキーよく見えるけどな、なんか顔隠してるミッキーしてる人いるかな。いる場所にもやろう。だってミッキーだったりさ、いろいろあるやん、キャラクター T シャツなんてさ。その中で俺があえてガチャピンをチョイスしてるだけなんだけど、ミッキー多いよね。ミッキーミニー多い。でも俺基本、うん、こんな感じ多いかな。 TP よ、タイムポイントオクトーバーでしょ。言えるよ、 TPO。 え、違うの？ 10月のタイムポイントオクトーバーじゃない。トッポだったら TOP だよ。 あれだったらトップになっちゃう。最後までチョコたっぷり。最近ダッフィーが多いの。ダッフィー、そうなの。ダッフィーねぇ、何がいいんだろうね。ドナルドかいいの。俺でもね、たまにスヌーピーとか着ようかなと思う時あるよ。でもほら、この時期俺基本パーカー着るからさ。スヌーピー見たことないな。スヌーピー怖いから、スヌーピーのパーカーとか怖いよ。あれを可愛いって言ってる自分が可愛いよ。何？どういうこと？あ、なんかそれを書いてあるやつ。さすがになんかあのアニメの T シャツとかは着れないけどさ、それこそ萌えアニメの中ありやん最近。確かにいいなぁ。ダッフィーとはちょっとまだ次元が違うかな。ダッフィーとかはまだね、着にくいよね。いやいや、なんかちょっとなんかエロゲーのキャラクターが入ってる T シャツとかさエロゲーの T シャツどこで売ってんだろうって。わざわざ買ってるよ。それこそだって言ってみたら新日の T シャツとかで俺いいと思う。たまにあの新日の T シャツ着てみたいもんね。あと何があるかな。そう、あの新日本プロレスのね T シャツあんの。ここにライオンが書いてあるやつで、ここが赤いやつ、袖が。そう、プロレスあれ着てもいいかなと思うし。
俺なんかすごいね、いろんな服装するから特にこだわりがない。だから結構ね、あの日によって格好が違うから、本当にだいたいこんな感じの格好がないから。プロレスはまあまあちょっと好き。プロレスってシナリオ決まってるの？シナリオ決まってる。今誰が書いてないっけ？書いてるの？うん、今チョウのか誰かが書いてるよ。なんか60分一本勝負。そうそうそう。で60分のシナリオを全部書いといて、途中でどっちかが力尽きたら試合終了みたいな、そういう。ちょどっちが勝つかをもう決まってる。この技で最後こうなって勝ちみたいな。そう。だあれはあの やらせっていうか八百長を楽しむあれだから。そう、見せる格好いいなと思ってました。え、あれでもすごい面白いよ。え、でも見る側は勝敗も分かんないし。そう。でも大体もう予想はつく。この流れで来てるから、こいつそろそろこう来てバーってやって。面白いよ、だから。今日 何気なく見てて、俺プロデューサー興味ないから全然見ないし、普通にやってて思いっきりなんかすごい技をガーンってやって、バーンってぶっ飛ばされて、でワン、ツーのカウントで思いっきり元気よく起き上がるから、あれ瀕死じゃないのみたいな感じで、そう、たまにね、っていうシーンを何度も見てて、面白い。そういうもんなのかなと。俺でも最近のは見てない。うん、演技だよ。演技最近のは見てねえな。らしいよ。俺もあんま詳しくはないけどね。早いな、もう1分前だって。早いね。まあ今日のあれだよ、俺の言いたかったことは服装だな。服装はちゃんとしよう。今日隠したら真っ白。スーパーホイット。俺別に何もない。だスーツの時もあれば、こういう格好の時もあるし、なんか K-POP、 それこそ K-POP の時もある。あとでソースかけておくから大丈夫だよ。あ、すでにね、今日ね、あの出勤する前にカレーかかってる。そう、ひどかった。まあね。あ、ちなみにあの来週あるんかいね。次も来月か。いや、まだ行かるんか。じゃあ30日、29は、また何かイベントします。バイバーイ。生きている感覚に投げかけるすべもなく、たまり込んだことにすがる。何回目の錯覚だ、笑っていたろう。さっきまで伝い込んだ仮面をやめ、落下に紛れ込み死んでしまった純情、ましてや無情なほど溺れているんだよ。息もせずに壊れてゆくこの街で、この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。君がいる世界を